エルチチャンネル。サンズオブザフォレストを続けていきます。この正面が最初の目的地、整備用庫 A という場所らしい。マリサの大好きな資材があるといいね。何やらゴルフカートや重機が残ってるぞ。おお、誰か生きてる人はいない？残念ながら人気はなさそうだな。ブルーベリーならあった。物資も無造作に転がっている。何かが起きた様子だぞ。もしかして食人族さんに襲われたのかしら。怪物の可能性もあるかもしれないが、今のところ洞窟でしか遭遇していないし、何より亡くなった人は見当たらないんだぜ。草でよく見えないけど工事してたのかな。きっとそのための重機だと思うが、どこを工事していたんだ。 3D プリンター用の樹脂を発見。このゴルフカートの荷台には爆破物が残されている。もしかして工事をする前に作業員たちは消えたのか。見てマリサ、ここがその作業現場じゃない？ほう、ちょうど目的だったオレンジ色が示す座標の上だぞ。見た感じ何もなさそうだけど。待て、この地面が怪しい。他の場所よりも土がむき出しになっている。少しシャベルで掘り返してみよう。思ったより土が硬そう。シャベルがなかったら掘り返せないね。シャベルは必須の道具だぜ。おや？シャベルが硬いものに突き刺さった。何か見えてきたぞ。わぁ？なんだろうその金属？GPS の座標通り、やはり何か埋まっていたんだな。硬い金属物質だが、ここには整備用庫、A、と書かれているんだぜ。これはもしかして、扉？そうかもしれない。取っ手を引いてみるぞ。気をつけてね。硬いな。開いた。中は真っ暗だが鉄はしごが下へ向かってついている。先に降りるので霊夢も気をつけてな。こんな地下作りの入り口があったなんて、重機が置いてあったのにも納得だぜ。中はコンクリート剥き出しの状態だ。地下だからかひんやりした空気と湿気が高いね。残された箱の中に電球や、ジップライン用ロープなどの物資が入っている。ジップライン用ロープはロープガンに使えそう。整備用庫と記されていたし、こうした物資が置いてあるかもな。上で見ないと思ったらここに作業員さんが倒れてる。すでに亡くなっている。うわっと、松明に反応してスプリンクラーが作動してしまった。娯楽バンカーの時もそうだけど、ここも設備の機能は働いてるのね。ロットン市や送り出された救助隊の消息が途絶えてから、7ヶ月は経過しているのに、誰かいるのだろうか？お掃除ロボットだ。壁にすりつけられた血の跡は、この作業員のものか。わぁ、ひどい。何かいるのかな？こんな状態を放置したまま、なぜ先ほど入ってきた入り口の上には土が被せてあったんだ？まるで隠されたような。何か聞こえる。誰かいるの？音楽が鳴り響いているが、この音響機からだ。あら、お部屋みたいな作りの場所ね。でもなんか臭い。グラスも割れて散らかってるし、何かあったのかな？ここを調べるのに音楽を止めたいが、無理そうだぜ。グラスが2個、ペットボトルも2本、チェスをしていたのを見ると2人いたのかな？豪華な部屋だ。先ほどの作業員用ではないだろう。このサンダウナーって雑誌のモデルさん、バージニアさんかと思ったら、83歳のドリスさんっていうモデルさんだ。80歳以上向けのエンターテイメントって書いてある。パフコープはアンチエイジングの研究をしていたし、それ関連の雑誌じゃないか？ 80 歳以上向け？長生きな上に活発なのはすごいわ。この PC デスク上に色々と資材があるぞ。この机の上も散らかってるね。これは何だろう、ピストルレール？おや、もしかしてそれは銃を拡張する部品ではないか？他にもレーザーサイトって部品も拾った。洞窟で拾った懐中電灯のアタッチメントもあったよな。ピストルレールがあれば取り付けられるかもしれん。今拾ったピストルレールと、前に海で拾ったピストルのサイズがぴったり。ピストルレールは、銃の拡張部品を取り付けるための土台のようなものだ。なるほど、この状態なら懐中電灯のアタッチメントを取り付けられたよ。ついでにレーザーサイトってパーツも、一緒に取り付けられるわ。素晴らしい。その状態なら暗い洞窟の中でも銃を使えるんだぜ。いいね、どこを狙っているのかわかりやすくなった。これらの他にも、ノートパソコンに電源が入ったままだぞ。これ、また新しい座標が載ってるみたい。食用庫の座標ですって。大変、行かなきゃ。お、落ち着け。ほら、まだ机の上に紙も残されてるぞ。食用庫、気になりすぎる。その紙は、ハンクという人物がチームに向けたメール文らしい。チームの全員へ。今日の午後、パフトン氏の個人コレクションの絵画が、行方不明になっていることが分かった。何か情報を持っている人がいれば、直接私に知らせてほしい、ハンク。大富豪の絵画コレクションを盗んだ不届き者がいるのか。
え、なんかどうでもいいよ。私は食料庫に行きたいんです。まずはここの資材集めだぞ。ここにも 3D プリンターがあるので、後で何か作っておこう。あら、パクトンさんの雑誌の上にカードキーが置いてある。カールプランターさんって人の、メンテナンスキーカードだよ。娯楽バンカーで通れなかった扉があったが、そこに使えるだろうか？その前に食料庫行きたい。わかったわかった、そっちが先な。おや、こんなところに絵があるぞ。金色の鎧を着込んだ人物の絵画らしい。刀みたいな剣を持ってるけど、もう片方の手には。え、もう片方の手に人の頭を持ってない？古そうな絵だが、時代や構想がわからないぜ。これがなくなったコレクションの一枚だったりして、ひょっとして、不届き者はこの部屋の人なんじゃないの？まさかまさか。うお、こっちの部屋は異臭が強い。床に点々と残る跡は、血痕じゃないか？ああ、この匂いは洞窟でも嗅いだことある匂いだね。はあ、異臭の元がわかった。これはあまり見るに耐えない状況だが、バスタブの中で人が亡くなっている。な、ナムナム。カードキーにカールプランターと書かれていたし、この人が持ち主だろうか。サムサウンドっていう分厚い本が落ちてる。家族全員で楽しめる骨もコールスリラーって書いてある、ホラー本かしら。一線を越えたら恐怖の世界、って表現の表紙だわ。今の私たちに突き刺さるぜ。血痕を見るに、作業員たちを襲ったものが、このバスタブの人をここで襲ったように思える。タキシードがあるよ。こんな場所で見つけたことは忘れられそうにないわ。タキシードか、フォーマルな場合装を服だな。フォーマルな装いって、お高級な場所に着ていくイメージだよ。この部屋もお高級な感じだし、バスタブの人は重役だったのかな。とにかく、この部屋を出て通路の先も調べておこう。了解。むむ、小さな怪物がいるんだぜ。え、もしかして作業員さんを襲ったのってこれ？小さくも動きが速く、何大抵の力ではない怪物だ。あのバスタブの人物もこれに襲われたのかもな。小さくても侮れないわね。しかしながら、ここは整備用庫というだけに残された資材があるんだぜ。見てくれ、消火用の斧が残っている。扉が開けられてるってことは、これで誰かが戦おうとしたのかな。ふむ。何にせよ、この消火用斧は災害時に使うため頑丈にできている。今まで使っていた近代的な斧と違うの？そうだな、近代的な斧と比べるとわかるぞ。消火用斧の方が振り上げる速度は多少劣るが、威力が高く、身を守るガード力も高い。そこまで大きな差はなさそうだけど、少しでも強い武器は助かるね。これ以上怪物を相手にしたくないが、ここのように遭遇する事態を考えないとな。マリサ見て、ここにも 3D プリンター用樹脂があるよ。先ほどの部屋に 3D プリンターがあったし、またテックアーマーなどを作れるな。資材も豊富なのでまた後日回収しに来ても良さそうだぜ。まだお昼頃だし、これから食料庫へ行きましょ。はいはい、了解だぜ。ん？嘘？ここにもブニブニがある？ふわ、こんなにたくさん。洞窟に反応するものだと思ったら、こんな場所にも。本当、何なんだろうこれ。ひとまず、体勢を整え直したら次なる場所へ向かおう。そうだね、食料庫へ急がないといけませんね、マリサさん。霊夢が熱く所望する食料庫の場所だが、ここからまっすぐ北側へ進んだところにあるらしい。素敵な緑色の印が出てるね。しかし、その先に紫色の最初の目的地があるんだよな。どちらもさほど離れていないので、先に紫の場所へ行こうぜ。紫色のそれは、私たちが墜落した時に出ていた GPS の印だ。場所も確認済みなので先に調べておきたい。うむむー。まあ、最初の目的地だったし、その後食料庫へ向かうならいいよ。おっと、少し声を潜めた方が良さそうだ。わわ、また良くない感じの村を見つけちゃったね。あの村も食人族の村だろう。普通に戦うと大変だけど、この赤いマスクの効果を知ったら怖くないよね。ふふ、今回も奇襲作戦で行こう。視界が狭くなるし、武器を持てなくなっちゃうけど、気づかれる前に爆弾を投げちゃえば奇襲作戦完了よ。わざわざ二人で向かうこともないだろう。ここは私に任せてくれだぜ。あらそう？それじゃ、ここから双眼鏡で観察しながら待ってるわ。うむ、取り逃しがないよう指示を頼む。わぁ、まじまじ見られてるね。おや、こんなに見られるものだったか？なんか後ずさってる、こんな反応だったっけ？あ、マリサ、なんか様子がおかしいよ。いて、おおおかしい、バレてるぞ。仲間よバレてるじゃん、やばそう。ま、間違えて GPS を持ってしまった。落ち着け私、斧じゃない、グレネードだ。落ち着いてマリサ。これだ、よーし投げるぞ、爆発するぞ。
ふ、ふぅ。まだだよマリサ、他の食人族さんが残ってる。なぜだ、なぜ赤いマスクがバレてしまったんだ。残ってる食人族さんは多くないから、こうなったら戦うしかないね。うむむ、その食人族は足が速いぞ。来て。な、何この人突撃してきた。頭に鹿の角を取り付け、それを武器にして突進してくるのか。むむ、なんか視線を感じる。あの人だ、あんなところに大きな食人族さんがこっち見てるよ。鹿の食人族は倒した、残るはそいつだけだぞ。ふ、弓が急所に当たらなくて余裕られてるわ。ヘッドショット、余裕がアダとなったな。うお、なんだ、立ち上がってきたぞ。ああ、弓矢が頭ではなく顔の微妙なところに刺さったのか。確実に致命傷を与えないといけないんだな。もっとまっすぐ飛ぶ弓矢が欲しい？むむむ、誰か縛られてる。おや、随分と色白な人物だな。嘘？これって人じゃないよ。目や鼻がない。これは洞窟で見た顔なしの怪物じゃないか？どうしてこんなところに？うわ、頭に弓が刺さっても言っている。二本目の弓矢で倒せた。ふむ。いかなる理由でこの怪物は縛られていたのだろうか。なんだったんだろうね、食べようとしていたのかな。それも洞窟内から捕らえてきたとは思いにくい。洞窟の中は数も多いし、この村の近くを顔なしの怪物さんがいて、捕まえたって考えられるけど、怪物さんが洞窟以外、外でも活動しているってことは大変なことだよ。ふむむ。もっと外での警戒もしていくべきだな。そして、食人族に赤いマスクも効かなかったのを見ると、効果のある食人族と、そうでない食人族がいるようだぜ。せっかく奇襲作戦が効くと思ったのにねー。ひとまず、また一つ学べたことには変わりない。日の高いうちに本来の目的地へ進んでいこうぜ。ここだね。墜落した当初、GPS に表示されていた場所だな。木の棒で十字架みたいに立ててあるのよね。何が埋まっているのか。洞窟で手に入れたこのショベルの出番だ。また地下への道が隠されていたりして。おや。何やら木の板のようなものが見えてきた。それって、棺桶じゃない？この形、この大きさは。確かに棺桶に見える。開けてみるよ。なんと。隊員が埋められていたのか。GPS の反応はここからだね。綺麗なショットガンが添えられていたよ。これは、今の私たちには大きな戦力になるんだぜ。きっと他の隊員さんに埋められたのね。すまないが、これは私たちが引き継がせていただくんだぜ。信号を出していた GPS ロケーターもいただきました。確か、この近くにも十字架が並んでいた場所があったよな。ここだね、四つも十字架が並んでいるのよね。この数だ、霊夢も一緒に掘り返してもらえないか？了解。この下には何が埋まってるのかな？一つ目は棺桶だった。あら、それじゃ他のも棺桶なのかしら。こうして埋葬をするということは、信仰のある人たちだったのだろうな。あ、ごめん。ショベルが武器になると思わなかった。先が尖っているからな、棺桶を砕くのにも使えるため当たるとそれなりに痛い。わぁ、この棺桶の中の人は骨になってる。先ほどの隊員と異なり、これらはかなり昔に埋められたものじゃないか？棺桶の中にも資材が入ってるので、ありがたく受け継がせていただこう。洞窟の中にも十字架と骨になった人がたくさんいたけど、もしかしたらそれとも関係あるかもね。そうだな、私たちやパクトン氏がこの島に来る前からあったのだろうし。海岸で見たカルト宗教の人たちとも関係あるのかな？宗教の関係も気になるが、食人族や怪物のことも気がかりだ。何をどう考えても、この島に見え隠れする怪しげな秘密を感じる。とにかく、これで全て掘り返せたぜ。何か気配がする。ん？ケケケケ、ケルビンさーん。うおー、ケルビーン。何？槍が刺さってる。食人族に投げられたんだ。なんてことを。木に登った食人族が落ちてきた。許せない？ケルビンさんに槍を投げてくるだなんて、まだ息をしてたら止めてあげるわ。大丈夫だ、霊夢が投げた槍が見事に頭を貫いている。ふぅ、ふぅ。私、今すごく怒ったよ。危ないところだったぜ。ケルビンさん大丈夫？どうやら致命的な傷ではなかったようだ。槍で貫かれていたからどうなるかと思ったよ。ひとまずここから離れた方がいい。早く次の場所で一休みしてもらおう。やっぱり食人族さんの存在は油断ならないわ。早くパクトン氏を見つけ出し、この島を出たいものだが、どうも一筋縄ではいかない。今のところ GPS に表示された場所を巡るしかないし、それがこの辺りだ。食料庫だね。霊夢が所望していた場所だな。わわ、ここにも作業員さんがいるけど、こんなところでケルビンさん休めるかな。きっとケルビンは大丈夫だ。彼を信じるんだぜ。うん。それに食料庫って、きっとこの奥だろうね。狭い洞窟の中はケルビン自身も同行したがらない。
私たちが中に入っている間、彼はまたうまく身を隠して待っていてくれるだろう。わかった、早く中からご飯を集めて戻ってきましょ。食料庫と示されていただけに、その辺の期待値は大きいよな。食料庫だもの、きっと中にはご飯がびっしり詰まっているはず。あれー？狭い入り口を抜けた先は洞窟か。食料庫じゃないの？おかしいな、座標が示す場所はここのはず。この中も GPS が使えないみたいだよ。娯楽バンカーのこともある。もしかしたらこの先に食料庫があるのかもしれない。足元に注意しつつ、道なりに進んでみようぜ。娯楽バンカーの時は入り口が崩落していたものね。てかこんな洞窟の中に毎回作るのはどうしてかしら。最後の連絡は地下からだと言っていたし、洞窟内で見た、照明の輝く大きな施設に関係しているのだろう。おお、それっぽいものがあった。フード&ダイニングと書かれているんだぜ。フード、食料庫で間違いないわね。勢いよく開けたな。入ってみようよ、マリサ、ご飯が待ってる。中は薄暗そうだ。それにとても部屋が冷やされている。あれれ、ご飯はどこ？腐敗した果物が散乱しているぜ。これなんだろう、お肉っぽい小さなサラミみたいなもの。一切れの小さな加工肉だな。ここにも少量あるぞ。小さい。ん？この一切れサイズの肉はベーコンだと思うが、なんか変だな。それに随分と部屋が荒れている。あった？ちょっとだけ保存食品が残ってる棚があるよ。この前食べたラーメンヌードルと、牡蠣なんかもある。このところどころに付着しているのはトマトケチャップだと思いたい。不思議とこの蚊腐ってない。それはこの部屋の気温が関係しているのだろう。この部屋が尋常ではなく冷やされているため、まだギリギリ食べられるのかもな。エナジーバーと生肉なんかも置いてある。食料庫にしては、随分と荒れている上に不衛生な環境だな。あら？いや、こんなところに人が倒れてるんだけど、すごい数のクロスボウの矢が突き刺さってる。顔が炎症しているのか普通ではないほど赤いぞ。クロスボウは強力な武器だが、この人物にそれだけの矢を向けていたのは不自然だ。ここの荒れっぷりと関係あるのかな？この奥は冷蔵庫なのか、冷気の出所はここのようだな。どうして作業員さんが吊るされているの？まるで洞窟の中で見た光景そのものだ。天井や床に見覚えのある物質があるぞ。これは氷なんじゃない？どう見てもブニブニとしたあの物質に思える。やだ、ご飯を求めてきただけなのに。これらの犯人が残っているかもしれない、警戒しよう。この扉、カードキーが必要だよ。あら、整備用庫で手に入れたカードキーをかざしたら開いた。なるほど、この場所は食料庫で間違いないようだな。わあ、植物がいっぱい。よく見たら、これらは食料として育てられている植物だ。お野菜がこんなに。独立したこの島では、こうして野菜を育てているのか。ここだけは明るくていい感じだね。この扉の先もずらっと野菜が育てられているぞ。む、小さな動物が動いてると思ったら怪物までいる。ここにも怪物さんがいるなんて、なんとも似つかわしくない存在だ。洞窟のどこかから食料庫へ入ってきたのかしら。他にも怪物が潜んでいるかもしれないぜ。赤い何かが擦れた跡が続いてるわ。また人が倒れているぞ、外傷がひどい。小さな怪物の仕業だろうか。エネルギーミックスってものと、なんか武器を持ってる。おや、これはクロスボウガンだぞ。いかつい。故障もなく使えそうではあるが、おそらく、先ほどのクロスボウが刺さっていた人物を撃ったのはこの人だろうな。顔が腫れて変に赤かった人ね。小さな怪物を撃とうとして事故が起きたか、またはお互い争っていたか。撃たれた人物は何本もクロスボウが刺さっていたし、故意に狙っていたとしか思えんな。とりあえずキャットフード食べるね。おう。これね、ちょっと薄味だけど食感とか美味しくていいよ。安物のキャットフードはまずいと聞いたことがあるが、そのキャットフードは高級なため美味しいのかもな。って、うわわ、指の怪物だ。やだ、こんなところにも。任せろ、早速このショットガンを試してみるぜ。わぁ、怪物さんがショットガンにひるんでる。ふむ、反動が強いがその分かなりの威力だ。おぉ、もう倒せた。銃弾は4発使ったか。ピストルより断然効くね。怪物が壁に張り付いてしまったが、皮は剥いで使えるぞ。指の怪物さんがいるってことは、やっぱりさっきのクロスボウガンを持っていた人は戦っていたんじゃ。。どうもそれだけとは思えない。とにかく、私も次クロスボウガンを使ってみたい。そうだな、まだこの先は続いている。大きな血だまりだわ。怪物さんのかな、それとも、明るい照明と相反して嫌な場所だよな。ただの食料庫かと思ったら、とてもひどいことが起こっていた予感。ここにもクロスボウが刺さってる人がいる。体に何本も刺さってるってことは、明らかに狙って撃っていたみたいね。まるで仲間割れでもしていたように思える。
それにな、普通の人なら一本でも刺されば逃げるか動けなくなるはず。なんだか肌も変な色だよね。むむ、もしかしてこの人たちは怪物？いや、それにしては普通の服装をしているじゃないか。本当にここで何が起きたんだろうね。それを知るためにもこの先を進んでいこう。むむ、人影発見。指の怪物さんだ。クロスボウガンを。あれ？クロスボウガン、一回撃ったらリロードしないとダメみたい。うむ、構造的に一本撃ったら装填する必要がある。そうなんだ。指の怪物さんがこっちに来なくて助かった。ここは私に任せてくれ。これなら弓やピストルの方が使いやすいかな。使いどころを見極める必要があるな。よし、指の怪物は倒せた。クロスボウガンはリロードして、撃った矢は回収しておくね。うむ、他に道がないか見ておくぜ。洞窟の外で見るとこの指の怪物さんってなんか人っぽいよね。こうした場所で見るとなおさらな。とにかく道順はそこしか残されてないようだぞ。こっちの通路は水浸しだけど、泳げばなんとか進めるかも。奥の部屋が見えるけど全部水浸しみたい。ふむ、明かりは灯っているようだが、これはひどい状況だぜ。どうやら植物を育てていた水耕システムが故障したようだな。お野菜を育てていたお水が漏れてるのね。天井からも水が漏れ出ている。おかげでこの先も水浸しだ。思っていたより広い施設だね。薄明かりが途切れ途切れ灯っているんだぜ。あの先も進めそうだが、まずはここの開いている扉の先を調べてみよう。さっきから何かアナウンスみたいなのが聞こえるんだけど、音がくぐもっていてよく聞こえないわ。ふむ、どうやら同じようなアナウンスを繰り返しているようだぞ。どこかではっきり聞ければいいのだが。おや？ここはセキュリティルームだろうか？パソコンがいっぱい並んでいるね。幸運にも水に浸っていないぞ。何か情報を得られるかもしれない。むむ、このノートパソコンからまた新しい画像を手に入れられたよ。居住用バンカー、ですって。居住用とな、住居か。他にもメールの文章がプリントされてるわ。むむ。そのメール内容を送った人物は、エドワード・パクトン氏だぞ。私たちの探しているパクトンさん。ハンク、ここが彼らの船が到着した場所だ。彼らはここに放置したままだ。誰かが掃除する必要がある。海岸沿いに、2カ所、印がされているが、そのうちの1カ所は、私たちも行った覚えのある場所だぞ。海岸沿いにあった、カルト宗教の人たちが乗っていた船のところね。私たちが発見した時は2隻残っていたが、このメール文の意味する、掃除、という言葉が、良くない響きに聞こえるぜ。私有地に無断で入ってきたから、帰らせるって意味じゃなさそうだし。その紙にはなんて書いてあるんだ？重要なカウントダウン計算、ですって。ジャンユー、誰かがパクトンに伝えなければならない。あの計算が、彼らが考えているような意味を持っているとは思えない。何かとても悪いことが起きそうだ。島の誰もが危険にさらされる可能性がある。私はこれに関わらないぞ、ドクターマサキ。宛先のジャンユーって、あの襲ってきたアジアの人じゃない？何やらパクトン氏の計算について忠告していたようだ。カウントダウン、島の誰もが危険って、何のことかしら。霊夢、この画面を見てくれ。どうしたの？そんな慌てて。あら、たくさんの人が映ってる。彼らの姿が、全員が、怪物に変わっていくんだ。なに？これ？というわけで今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。ご視聴、ありがとうございました。Thank you for watching だぜ。